は戦いたくねっち。て、敵がいるっち。どうするっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。どう？何か思い出せたかしら。ちょっと思い出したかな。まさか本当に俺の。私こんな悪趣味じゃないもん。だってもっとスタイリッシュだよ。悪趣味って。どんまいヤマト。それで何を思い出せたのかな。人気アニメキャラみたいにいっぱいのグッズは出てなかったみたい。だから私はアニメのキャラじゃなかったみたいなの。でもでもグッズはちゃんと出てるんだよ。だからみんないっぱい買ってね。うん。牛さんがね、いつも可愛く描いてくれるんだよ。一体何の宣伝なのよ。出たわね、派手髪あざと娘。琴美ちゃん、ひどい。それで、ここでも自分探しか。うん、でも全然ダメみたい。何者なのでしょうか。
アクワイアちゃんさんは。リッピョン、アクワイアちゃんさんって言いたいだけだろ。バレちゃいました。おいお前、何か心当たりはないのか。お前じゃない、レイジさん。そこまでが名前だって言ってんだろ。レイジさんは物知りなのかな。ま、その他のやつよりかはな。だが心当たりはねえよ。レイジでもわからないのならこれはお手上げだな。なあ、諦めろ。こんなの再現率の低いバグを追うようなもんだ。バグ？どうしたんだ。バグは嫌。追いかけましょう。見失っちゃったみたいだね。だけど一体どこに。あのジョーちゃん、バグって言葉に反応してたよな。ってことはもしかしてデジタルの妄想球に。そこまで察しが良ければだけどな。よし、行くだけ行ってみよう。よくここが分かったな。なんだか懐かしい感じがして。ここに心当たりあるのか。思い出したの全部。アクワイアちゃんさん、私 2.5 次元の世界から勢い余って飛び出してきちゃったの。だからこの世界にとってバグみたいな存在なの。バグ？いつか取り除かれる存在ってことだ。それじゃあいつか消えちゃうってことなの。だろうな。バグは存在したらダメなの。会社の人もいっつも困らされているもん。会社って？どっかの開発会社だろ。でそいつらがこいつを妄想したと。私は妄想の存在なの？さあな。私やっぱり消えちゃうの？それはやっぱりそうだよね。バグが存在してたらダメなんだよね。アクワイアちゃん。なあ、バグって悪いことなのか。アサヒ？俺さ、ずっと思ってたんだ。誰かのバグを取り除く権利なんて俺にはないんじゃないかって。バグを取り除かれると悲しむ人がいるんじゃないかって。何よ
急に。いいから最後まで聞けって。これはゲームでの話だけどさ、昔はバグを楽しんでたもんだよ。裏技発見なんて言っちゃってさ。そういえば朝日って変な裏技見つけるの得意だったよね。ああ、俺たちは裏技に心をときめかせてた。だからそんなバグなら大歓迎だ。ふん、何言ってんだよ。だけど俺も嫌いじゃないぜ。裏技と呼べるバグなら大歓迎だ。みんなどうしたの？アクワイアちゃんがバグならさ、俺たちはこの世界の裏技を見つけたんだ。それってすごくね。なんていうか朝日らしいわね。どういうことなの？みんなアクワイアちゃんさんは受け入れてくれたんですよ、私のことを。ああ、そういうこと。だからアクワイアちゃん、俺たちと一緒に行こう。もしかしたら短い時間かもしれない。だけど私たちはあなたを歓迎するわ。私と友達になってくれるってこと？まあお友達ですよ。ちょっとあんたたち、勝手に話を進めないでちょうだい。ついてくるのは構わない。その代わりしっかりと働きなさいよ。今から俺たちは仲間だ。これからよろしくな、アクワイアちゃん。こちらこそよろしくね。上書きに気をつけろっち。イベントの予感っち。寄り道していくっち。